さあそれでは続きをやっていこうと思います。今回は荒井さんの45巻ですね。なんか路列が回っていない西部警察 RS1 の45巻になります。さあ早速今回は何をやるのかなと見えますと、マフラーの取り付けとリアタイヤの組み立てと、組み立て取り付けまでですね。いやタイヤが取り付くとあれだね、どん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 すごい形になって、まあ45巻だからね、言うてもそれは結構進んだ感じになるわな。もう後半折り返しが近い。よくしょ。ということでマフラーの取り付けとなるので、先にこれですね、こう向きでいっか。でマフラー前回組み立てたやつですね、これを裏側からこう取り付けるよと。裏側からこの穴に線を通しての、シュルシュルシュルっとやって、ここに刺してのこのポッチに合わせてのここでネジで留めると。ネジが43巻でついてたビスか、43巻でついてたビス、どれだろう、あったなんだかんだで、やっぱりまだちょっとこうやって箱にちゃんと分けておいてよかったな。ネジがなんか1個ね、だいたいいつも余るから、その余るのに対して2個余ってるっていう風になったら、同じのが多分まだ何かしらで使うんだろうなと思ってね、取っておいてよかった。取っておいてというか、まあ箱にちゃんとね分けた状態で、もうこんなんバサバサバサって入れちゃうと、どれが何巻に入ってたか、入ってたビスなのか全然分かんなくなっちゃうから。でこれをここにグサッと刺して入れると。はい、どうでしょうか。オッケー。なんか手が痛々しいな、やだな、毎度毎度すいませんね、見にくい手を、見苦しい手だね。え、マジか。いやここのねケーブルを、まあ、多分何かしらの事故を未然に防ぐために44号 で取り置いたケーブル帯っていうのをつける。44巻あ、取り置いた、取り置いてねえ。まあいいや、もういずれ取ることになるでしょう。はい、以上ということで、一旦こいつちょっと避けますね。で次リアタイヤの組み立てと、以前、あ、すみません、レシートとか降りてきた。よいしょ。これ以前ね使ったジグですね、タイヤの組み立てジグを使って、この44巻についてたパーツを組み立てていきますよと。あ、これじゃないね。いやーやべえな、このホイール超かっこいいや。これをここの溝にね合わせてパチンと入れて、この金色のメッキのホイールをかぶせての、これもそうだね、ここに合わせておいての、これをネジ入れる。あ、これをここのねボッチが出てるので、ここ、こうやって合わせるんだね。そうしないとホイールキャップが、ホイールナット、うん、キャップが、うん、ちょっとまあビスが入らないのでね。ここ入ってんの、入ってんのか。キュッとやって、
完成と。そうしたら外しての、ここにバルブだね、エアの。これも前回やったのと似たような感じだから、でももうずいぶん昔で忘れたな。これ確か姫様かなんかちょっと塗るといいみたいな感じだった気がするんだけど、姫様どこ行った？なんか今日暑いな。そうか、ちょっとね、家のことね、バタ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 動いてやってたから暑い。ちょっと待って、あった、あぶね、こんなん簡単になくすぜ。ペチョッとつけての、ちょっとつけすぎな気がする。テレピッと取って、そんなよいしょ、2のかかるところではないので、これでこうやってつけとけば OK でしょね。でタイヤを入れる。タイヤを入れるのではなく、まずオイルキャップ、オイルキャップ、センターキャップ、なんて言うんだろう、これを入れて、センターキャップだね。で今回の55巻でこのネジじゃない、タイヤの向きは関係あるのかな、見た感じ特にないな、右も左も一緒だな。でこれをこっちからこう入れるよと。やべ、動画がもうすでに終わってしまいそうです。どうでもいい話があったんだけど忘れたな。いやー、まあ今日ね仕事休みでね、今年最後の資源回収っていうのがあったから、資源回収、資源ゴミの処理のハニャハニャがあったから、朝からバタ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 してて、ゴミいろいろ捨てなきゃって思ってね、昨日の夜からちょこちょこやってはいたんだけど、だいぶ捨てたな。だけど朝の8時までに捨てないといけないって結構過酷でさ。できた、どう、でかいっしょ、いいね。朝8時までに普通常の可燃ごみと資源ごみを両方捨てに行くっていうのはなかなか過酷だったわ。このやっぱネジ、ボディにつけるネジは予備はないんだ。ボディじゃないや、シャーシにつける。これとこれはゴミ、今日ゴミ捨てしたのにゴミがいっぱい出る。でシャーシに取り付けますよと。そう、今年ね最後のゴミ捨てだからすげえいっぱいあるかなと思ったら、そうでもなかったな。だけどまだ部屋が汚い。まあでもまたこれはこれでね、年末になったらまた掃除するだな。あ、ちょうど入るね、こんな感じになってる。これ専用のやつですね、ローレットがかかってる。これね、ローレットっていうんだよ、ローレットっていう、このギザギザギザってこうなってるやつで、これを写真つける。向き的にはこう見てのマフラーをつけた側のこのやつにつけてくれっていう風になってるので、ちょっとお見せしづらいですが、通常の車と同じような感じのつけ方だね。まあここにねこうついてるので、ここにこう当てがってネジの位置が合うようにして、よっ、位置が合わ、見えないんだよね、暗くて。こっち側の方は明るくて見えるんだけど、下の方がもう暗くなっちゃって見えねえ。でこれを刺してくるくる回していくと、そのうち入っていくよという感じでいいかな。
入った？入ってない。見えない。こうか、こうだ。ここだ。ああ、すげえ入った。あ、いい感じ。だけどここはギュッと締めずにちょっと仮止めぐらいにして、仮止め、通しておくだけぐらいにしといて、ちょっとネジだけね、締め切らずに。で、通常の車と同じように。当時の車は4本で止めるんだね。今の車で普通車って言ったら大体5本止めだったりとかね、することが、特にこういう車だったりするとさ、当時は4本止めだったんだね。今の軽は大体4本止めね、基本4本止めみたいな感じだけど、基本ね。もっとスポーツカーとかになったら違うかもね。軽でもね、ああいう S6 とかさ、そういったスポーツ系のアルトとか、あの辺アルトワークスだったりすると5本かもしれないけど、まあ基本軽は4本の普通車は5本止めみたいな感じが多いかな。まあ普通車でもあれかな、コンパクトカーとかあの辺になったら4本かもしれない。まあ車のスペックによってだろうね。これ結構はっきり聞いちゃうな、取りにくい。これバリが出てんじゃねえのか、かもしれない。で今これだとね、緩いのでしっかり止めていきましょう。なんか位置関係が良くないな。まあいいや、一応締めるには締める。ローレットが効いているからしっかり止めれるな。位置が合ってない。よっと、よっ、この2本でそこそこしっかり効くはずだけどな。効いてる？ちょっとこの辺も裏から確認するか。ああ、ちゃんと効いてるね。 OKOK。 じゃあ残りの2本もしっかり効いて締めておこう。なんで真鍮なのかな、わかんねえけど。ああ、効いた効いた。ギュッ、増し締めチェック。ギュッギュッ、ああまだ締まる。ギュッギュッ、実車と同じように対角で締めていくぜ。抜けない、抜けた。ギュッ、よし、 OK。 どう、できた、ちゃんと締まった。このキャップ引っ張れば取れそうだな。まあ気をつけよう。こんな感じです。どうですか、ちゃんと動くぜ。かき。よし、ということで今日はね、こんな感じでございました。いやー、いいね、かっこいいね。どう？いい感じでしょ？どうなのか。こっち向き。こう向きでいいのか。いや、サムネにいつも困るんだよね。ちょっと画面がもう収まらないから。ということでね、今回はマフラーの取り付けと、ちょっと待ってね。マフラーの取り付けとリアタイヤの組み立て&取り付けでございました。なんでマフラーしこっつってねえんだ。こんな感じでございます。タイヤが割りちゃんとこうね、回るようにはなってますね。いい感じ。ではね、どんどんね、続きが届きましたら進めていこうかなと思いますので、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。